久保さん今回若返るの若いの感じにしましょうか何かね僕年はとってるんだけどなんか気持ちはどんどん若くなってますねこれ何でかっていうと前,前ちょっと昔の僕を知ってる人に言われたことがあるんですけど吉野さん目が変わりましたねって言われたんですけど昔の僕を知ってる人は死んだ目をしてたんで死んだ魚の目ですね ま、ロボットのようにね、俳人のごとくやってましたんで、ま、自由にやってるんで、なんだ、僕自身もストレスほとんどないですし、まあでも、なんだ、堀江さんも言ってましたけど、過度なストレスは良くないけど、適度なストレスは必要っていうね、だから僕は、まあ、商品こう毎回販売するので、適度なストレスがあるわけですよ。売れるか、まあ、それ勝負をかけてるわけですからね、売るっていう。 だから毎回そのなんか試合があるんで、まあ適度なストレスはありますね。うん、緊張感というか、うん、打ってかないといけないですから。うん、あの、なんだ、えー、数字を追ってかないといけないですからね。うん、でも、なんだろうな、昔に比べると、やっぱり、あの、前々回ぐらいで久保さんが言ってましたけど、その売り上げをこう、目指す上での、うん、ストレスの幅っていうのが、 自分一人でいいので前はね他の人の人生分の売り上げ作んないといけないのであれでしたけど今はうん,なんか売り上げボリュームがね大きくなくてそんなにいいので <laughs> ま,あま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 あって感じですね、うん、だからなんだろうなうんやっぱ自由自由であるっていうことは いいっすねうんうん何かなんだろうなやっぱねその一番僕がストレスもう本当にもう過剰なストレスだったのがやっぱねその朝朝なんですよねまあこれサラリーマンやられてる方とかだったらわかるとは思いますけどもうね朝のストレスが半端ないんですよね うんまあ、前は僕通勤してた時期もあるんでなんだろうなその朝ねあもう行かないと遅刻するみたいなこの遅刻するっていうストレスですよね起きないといけないっていうストレス今は何だろうな自然,に自然に寝て自然に起きるのでそこのストレスがないのがすごいいいですよね、うん、自然に寝て自然に起きるっていう <laughs> ナチュラルっすね だからこれがね、もうこれ、このせライフスタイルはずっと維持したいですねだ。だから逆に言うと、維持したいからこそ頑張れるし、うん、まあ、頑張れるっつっても、昔ほど頑張らなくても、まあ、維持できるし、うん、まあ、基礎体力作っておいてよかったですね、<laughs> 本当に <laughs>。 みんなその年も年齢もどんどん年取るしあの精神的なストレスもどん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 溜まって負荷がかかってなんだ心にゆとりもなくなってうん人生がつらいみたいなねなんか本当は別次元ですねこれっていうのはバカだからなんだろうな こういう生き方があるんだなっていう、だから17年前セールスレーダー見てパソコン1台で自由なっていうところが、本当にこういう生活があるんだなっていうのが、うーん、なんか夢のような話ですけど、それが現実に帯びて、なんか不思議ですね。まあちょっと、うんこでそうなんでうんこしてきます。